私は今サンパウロから少し離れたグアルジャという町に来ております。こちらでは、年末から新年にかけて年越しをするためにやってきました。今日は2015年の1月1日です。昨日年越しで、ビーチの方に行ってまいりました。皆さん白い服を着て、シャンパンとかお酒を手に持って、であとすごい爆竹とか花火の音が、鳴り響いておりました。花火と爆竹はもう31日のお昼ぐらいからたくさん鳴っていて、すごい盛り上がりです。で、夜の12時近くなった時にビーチは本当に、多分何万人っているんじゃないかと思うぐらいの、人たちで溢れておりました。で、12時、過ぎた後なんですが、皆さん例えば、ビーチの波打ち際のところに行って右足で、波を7回越えたりとか、バラの花をビーチに投げたりとか、ろうそくをです、砂の中にこう埋めるというか置いたりとか、そのまま海に入っていく人とか、いろんな、12時過ぎたらやっていました。で、あと12時の前には、私もやりましたが、ぶどうを12個、1つずつ、1つの願い事を、心の中で唱えながら、食べるっていうのをやりました。なので12個の願いをが、2015年に叶うことを願っております。それから、タマラという果物も本当は3つ食べるんですけども、準備したものは残念ながら種が入っていなくって、ちょっといただかなかったんですが、本当は種の入っているタマラを3つブドウを食べるときに一緒に食べて、でその3つの種を財布に、ずっと入れとくとお金が貯まるということらしいです。でこれぜひやりたかったんですが、ちょっと種がなかったので諦めました。で大晦日の、ごちそうは、まずシエスターという何の鳥かわからないんですけど、その鳥のオーブンで焼いたものをいただきました。なんかチキンでもないし、あの七面鳥でもないらしいんですけど、ちょっと何の鳥なのかちょっとまだ未だにわからないんですが、とても美味しかったです。あとレンチーレアという豆も、31日にいただきました。それも、美味しかったです。シェスターが何の鳥かわからないのと、あとなぜ皆さんが白い服を着ているのかがわからないので、知ってる人がいたらぜひ教えてください。年越しの、様子も多分暗くて撮れてる、綺麗に撮れてないと思いますが、一緒に出しておくのでぜひご覧になってください。2015年の新年を迎えるためにグアルジャにやってきました。あと30分ぐらいで、2015年になります。たくさんの人が白い服を着て、ビーチに集まってきております。花火も上がるようなのですごく楽しみです。では2015年もどうぞ。
ャンネルをよろしくお願いいたします。当てまーす。じゃじゃーん、こちらのお菓子を紹介します。まずこちら、日本の方ももちろん見たことがあるコアラ